子猫の地位が始まるよ。もう一回だ。みゃー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 ねえよ、何やってんだよ。ち、獲物捕まえようとしてたんだ。獲物？お？け、あんなのも捕まえられねえのか。こっち捕まえたことあるの？もちろんだぜ。すごーい。よしと。どっちが先に捕まえられるか勝負するか。やる。そうと決まりゃ。やつらだぜ。こっちロース。待て！意外と手強いな。捕まらない。さっきから見てりゃ。にゃ？え？ここだ！ゴー！ゴー！クライドラー！すっげー！ま、否定はせんがな。あいつらを捕まえるにはコツがいるんだ。コツ？お前ら、レッスンが必要なようだな。しー、レッスン食べる。レッスンは食べ物じゃない。レッスンってのは特訓のことだ。あ、そうだった。なんだかまた騒がしくなりそうだね。今日のレッスンはハードルが高い。なぜならば、大人猫でも鳩を捕まえることは難しいからだ。あの獲物、ハトって言うんだ。厳しいレッスンになるが、挑戦する覚悟はあるか。あ、よし、いい心構えだ。では行くぞ。レッスン1、1話のやつを狙え。いや、ハトってやつは群れでいる時を狙ってはダメだ。群れから離れている一羽のやつに狙いをつける。はい。なるほど。
あいつとぼけた顔してるな。あいつ捕まえる。ハト待て待て待て。あれどこ行った？ってお前何やってんだよ。ハトってのは他のハトのところに集まる習性があるんだ。難しい。次は俺様の番だ。またあのとぼけたやつだ。よし、チャンスだ。行くぞ、チー。群れから引き離すんだ。チー、当選棒だ。夢見てたのに。今だ。身が。なんで俺様の動きが。負け負け。お。なんでうちのわかる。一羽に追い込んでもこのままじゃ捕まえられんぞ。あとは俺たちと違って後ろも見えるんだ。マジか。俺たちは前しか見えないが、あとは前を向いていても後ろが見える。さらに首回ってる。あとの首はあそこまで回るんだ。そう簡単にはいかないな。道は険しいぞ。次のレッスンは。みら、はい。どこ行った？ここだ。うわ。レッスン2。この影に身を隠せ。さっきも言ったように、あとは自分の後ろが見える。だから物陰に隠れながら追いかけるんだ。はい。よっしゃ。今度こそ捕まえてやる。大丈夫、バレてないぞ。はい。あと一歩だ。追い詰めるところまでは完璧だったぞ。こうなったらとっておきの技を教えてやる。トン！レッスン3。太陽を背に斜めにジャンプ。奴らの目がくらんでいる間に直角に落ちて鋭いエコパンチだ。うおー、ここからこういってこうだ。すげえ技だな。すごい。どうだ、できるか。やってやるぜ。よし。ほんとどうだ、絶対キーの勝ち。わっ、うわー。そんな時はレッスン4。飛んだら諦めろ。やれやれやれ、チー捕まえる。待て待て、ハト。待て。おい、お前ら。まったくまだまだ子供だね。